はい、見た感じはこんな感じです。まずここですね。ここにはシャネルの袋とディオールの袋と、これあのシャネルのコットン入れだったんですけど、使い切って、前まではメイクパフをしまってたんですけど、今ウェットティッシュをこの中に置いて入れて、こうやって飾ってます。で、これはインテリアではないか、でも、はい、なんかあった時用に置いてあります。で、これはあの顔ウェーってするやつです。ここにお盆あるんですけど、今は使ってないです。ここにもね、なんか似たような柄のなんかシートみたいなあって、これはね、おばあちゃんにマグカップもらったんですけど、はい、このマグカップの箱です。はい、どこに置けばいいか分かんなくて、ここにちょっと置いてます。で、ここなんですけども、ここにはちょっと見せちゃいけないものもあるんじゃないかな。このカミソリとかね、あんまり見せたくはないんですけど、つけまだったりとか竹串だったりとか、ラメっていうかキラキラとかねが入ってて、ここにはね、 D アップさんの、アイライナーとマスカラがあります。もう私この D アップさんのマスカラとアイライナーもう3回ぐらいもらってて、提供っていうのかな、ね、それでもうね、アイライナーとマスカラはもうほぼ今は買わなくていいんじゃないかってくらいちゃんとね、ストックとして置いてくるので嬉しいです。はい、ここにもアイライナーとか、あとはこのセリアに売ってるこのアイシャドウがめっちゃ使いやすくて、あのリップぼかし用とアイシャドウ用に分けようと思ってもう一個買ってきたのと、これは普通のアイシャドウブラシです。はい、あれ、はい、で、ここにはコットンが入ってます。で、ここにはメイクパフが入ってて、ここにはちっちゃい系のメイクブラシが入ってます。アイシャドウとか部分用かな。で、これはフェイスブラシが多めですね。アイシャドウブラシもちょっと入ってますけど、はい、で、ここには鏡とか、ただのケース、ミラノコレクションのケースですね。ここには、香水、あのお試し用でもらう、あのつけてもらう時とかにもらうやつ、ちょっとリップついちゃってますけど可愛くて残してたり、これはコットンと綿棒と鏡のセットみたいなやつですね。ダイソーに売ってるやつです。はい、で、ここですね。で、ここが眉毛系、アイブロウパウダーとか眉毛描くやつとかマスカラとかですね。で、ここにはシェーディングパウダーが入ってたり、これはジェリーのエモダの付録のカスタムの、入りきらなかったパレットの中に入りきらなかったものがこの中に入ってますです。で、ここにはアイライナーとマスカラがズバッと入ってて、ここにはチークが入ってます。で、ここの横にはエビアンの化粧水とか、顔拭き化粧水とか、あと保湿系とか、このコストコに売ってるメイク落としとかが入ってます。あと、これなんだっけ、扇風機とかで、あとこのメイクキープミストとかです。で、この中に机の上なんですけど、これのこのところに、探索を入れました。はい、前までペンとか入れてたんですけど、やめて探索を入れました。ここはもうね、私収納がね上手じゃないので、あとね、こううまく入れてたところもあれば、こんな感じで探索っぽいところありますね。はい、メインはこことこことここですね。この撮影してる時が、初めてね、私Q10でコスメを購入したんですけど、そのコスメを届くとまた収納ペースがなくなるっていうか、また変えないといけないので、その前に撮りたいなと思って撮ってるので、はい、って感じでやっていきます。
で、ここはアイシャドウですね。はい。結構押し付けてます。結構。こんな感じで。はい。奥にも入っちゃってたりしてます。はい。ここに置いてるのは前とあんま変わってないですね。こんな感じ。これは初めてかな。はい。とか。です。で、こっちがリップ。私ほんとリップ少ないんですよ。リップ少なくなくて、リップとあと100均のユアグラムのアイシャドウパレットとか、ドンキのパレット、100均のパレット、100均の単色、100均のとか、あとはハイライトとかですね。ハイライトあんまりないのでここに入れちゃってます。全部ここに、全部ハイライトが入ってますね。はい。ここにはベース系のものが入ってます。ここは下地とか日焼け止めとかで、パウダーとかクッションファンデとかで、ここは全部パウダーですね。で、これはまだ開けてないベイビーパウダーですねとか、これはストックのファンデーション、開けてないファンデーションとか、私が好きなベルシオの下地とか、あとレブロンのファンデーション、これなんだっけ、ウィッチドポーチとか、チフレとか、メディアとか、メイベリン、レブロンで、ここはコンシーラー系がズバッと入ってたり、こんな感じで、レブロンのリップとか、ニックスのアイグロスとか、この中入りきらなかったフェイスパウダーとか、ラメとかが入ってます。で、なんか前まで入れてあったものがなんでないんだろうと思ったと思うんですけど、本当に使ってない、あまり使ってない、こういうエマダの付録のものとかは全部こういうケースに入れちゃいました。あとは部分用チークとかリップとかも使、あまり使ってないなっていうものは違うところに実は入れてあります。汚い。この中には、リップとか、アイシャドウとか、アイライナーとか、まあ、まだ開けてないストックのものとか、はい、ラブライナーのアイライナーとか、エルフのアイライナーとか、まあ、下にはアイブロウパウダーとかもストックとして置いてあります。あの、ユアグラムのアイブロウペンシルとかの。はい、ここはストック系のコスメが入っております。はい、どうだったでしょうか。コスメも増えたりしたるし、断捨離も結構したし、って感じで、本当に、多分入れてるものはあんま変わんないけど、ちょくちょく、あれ？これ見たことないなってコスメも多分あったと思うし、はい。これからも、またちょっとね、コスメにハマりだしたので、また買ったりとかしたり、収納を変えたりとかしたら、また動画にしたいと思うので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。はーい。はーい。では、ここで終わりにしたいと思います。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。また見てねー。